よから車に積み込んでレシピ通りの食材買い込んで山越え川越えひたすら目指すはキャンプ場を大会はこれでないといけませんよね。みんなで分け合う少しずつ最初はちょっぴり物足りない、それでもどんどん出来上がり、いつの間にやらお腹いっぱい、おーキャンプ行こう、キャンプ行こう、鉄鍋積んでキャンプ行こう。一番楽しいのはね、前夜祭じゃないですかね。今夜はキャンプだ、火を囲み、お鍋に集まり歌歌い、みんなが作った料理食べ、父さん母さん嬉しそう。おーキャンプ行こう、おーキャンプ行こう。
すげえ柔らかだって今全然力入れてないよ。ほろーって一昨日買ってたやつだ。昨日わぁ安夏のこと、せーのでよいしょ。よし、はんちゃんお皿くれ。はい、いいよ。当たり前じゃないかそんなこと、大切なのは胸の炎、燃やし続けていること。作ろうレシピ考えて、買い込み準備して、本当の美味しさや鉄鍋料理の凄さをそれぞれいろいろありまして、助け合いながら